急いで奴らのところへ行かねえと。どれくらい時間稼ぎできるか。よっ、おりゃ、行けた。よう、貴様はちょっと忠告しに来た。いいか、おめえの探してる3人は近いうちに絶対現れる。約束する。だからそれまで待て。余計な破壊や弱い者いじめはもうやめろ。なんで待つんだ。何か企んでいるのかな。ああ、おめえらを倒す特訓をしてんだ。僕たちを倒すって、そりゃ千年特訓したって無駄だぞ。そんなのを待ってやるもんか。すぐにここに連れてくるんだ。だろうな、そう言うと思ったぜ。じゃあオラもちょびっとだけ抵抗させてもらおうかな。へへへ、面白い。お前の恐ろしさをはっきり見せてやれ。おい魔人ブー、何やってるんだ。さあやってしまえ。わかったわかった。なんだおめえ、そんなに強えのにバビディの言いなりか。うるさい、余計なことを言うんじゃない。魔人ブーは僕の家来なんだ。言うことを聞いて当たり前だろ。なんだ、再び呪文で封じ込められたいか。俺を封じ込めたらお前あいつに殺されるぞ。こいつめ、いつの間にか余計な知恵をつけおって。でもあいつ倒してやる。良い子みたいで嫌いだもん。はあ、ちっ、しょうがねえな。無駄だ無駄だ。ベジータだってそれをやっても無駄だったろ。じゃあスーパーサイヤ人を超えた、スーパーサイヤ人をもう一つ超えてみるか。何？これがスーパーサイヤ人の状態。そしてこれがスーパーサイヤ人を超えたスーパーサイヤ人、スーパーサイヤ人2ってとこかな。くだらない変身だよ。大して変わってないじゃん。そしてこれがさらにそれを超えた。スーパーサイヤ人3だ。時間がかかってすまなかったな。まだこの変化に慣れていねえんだ。怖い顔になったってちっとも怖くないぞ。そういうことだバカめ。あんなのあっさり片付けちゃえ魔人ブー。少しでも時間を稼がねえと。おだ、結構面白いな。こいつ戦いを楽しんでやる。余裕たっぷりだな。おめえなかなかやるじゃねえか。俺強いぞ。はっよっはっよっはっよっ。
ところだ。なかなか面白いぞ。さすがだな。驚いたぜ。おめえすっ飛ばれた顔してた。天才だ。ほとんどダメージなしか。ん？トランクスの木が早く動き出した。ドラゴンレーダーを見つけて西の都を離れ始めたな。おい、なぜ戻る？お前と戦うの面白い。もっとやるぞ。そいつは光栄だが、オラには時間がねえんだ。割が蹴るぜ。逃げられると思うなよ。倒してしまえ、魔人ブー。いいか、バビディ、てめえの探してる3人は2日後に現れる。だからそれまで何にもしねえで待っててくれ。強いのかそいつら。ケッケッケッ。僕がそんな言葉に耳を貸すと思うのか。ちっ、惜しいな。せっかく魔人ブーには楽しい勝負になりそうなのによ。消えた。ほい、逃げちゃったじゃないか。お前がグズグズしてたからだぞ、ウスネロ。探してこい。バビディ様、俺いいこと思いついた。な、何？いいこと？喋れないだろ。俺を封じ込める呪文も言えない。お前からいろいろ覚えた。もうお前に用はない。やっほー。さて、強いやつやってくるまで退屈だから地球人全滅して